岩で塞がれてると思ってたんだけど、ここまで本格的に塞がってるとは思わなかったね。せやな、この決体な力でどうしようもないんやったら、ワイらの力じゃちょっとどうしようもないやんか。人力でどうこうできる問題じゃなさそうだよね。それにしてもほんまこの力決体やな。なんやこれ、なんでこんなに腕が伸びんねん。そうだね、こんな不気味な力、早いとこ手放した方が良さそうだね。海にでも捨てようか。せやな、ほんま気持ち悪いわ。こんなもん早く捨てよ。あれ？どうしたのクロちゃん？ない。え？あのアイテムないんやけど。あ、ほんとだ、僕のもない。どないなっとるんや。でもあの能力はまだ使える気がす。なに？どないしたんやシロちゃん。キツネにつままれたような顔して。あ、それは元から。なんやこれ、なんか体の内側から突き破ろうとしてくるような、この嫌な感覚は。ダメだ、どんどん激しくなってくる、もう抑えきれない。うわドドドドドドないなっとんねん。シロちゃんが化け物に。おい、シロちゃん大丈夫か。いや絶対に大丈夫じゃないやつや。うわうわうん、何度叫んでみてもすごい迫力だね。せやな、でもどうしようなこれ、戻る方法あるんかいな。もしかしてワイらずっとこのままちゃうやろな。それはあまり考えたくないね。もしずっとこのままだったら、みんなから忌み嫌われて、もしかすると討伐対象になってしまうかもしれない。そんなの絶対に嫌だ。せやな、でもずっと隠れて過ごすわけにもいかへん。なんとか戻る方法がないか、探しに行くしかないんちゃうか。そうだね、ちょっと怖いけど、ずっとここにいるわけにはいかないよね。ほな行こか。そらそんな簡単に見つかるわけないわな。そうだね、そうそう見つからないよね。そのまま釣りしとったら、元に戻る方法釣れんかな。絶対に釣れないね。もうちょっと遠くまで探しに行ってみるか。そうだね、ほとんど移動してないしね。しゃあないな、クロちゃん、動きます。なんやあの町、なんかあの町から不思議な力を感じへんか。確かに感じるね、なんかこう、心がそわそわするような。なんや、なんだこれ、なんだか意識が。うわー、力が欲しい。力持つ者、その力、我によこせ。ああ、まったくやる気が出ないぜ。わかるわ、ブーム様椅子を眺めてばっかりで、俺たちのことなんてほったらかしだもんな。あ、お前もそう思う？やっぱそうだよな。なあ、あの椅子壊してきてくれよ。無茶言うな、ブーム様に逆らったら命がいくつあってん。なんだ、なんか怪しい奴らが町の入り口に突っ立ってるぞ。え、化け物じゃねえ。おやあいつらこっちに向かってきてないか。やばいぞ。撃てー。なんだあいつら、銃が全く効いていない。こやダメだ、逃げろー。助けてくれー。やー。やめてくれー。うわー。素晴らしい。まったくいつ見ても惚れ惚れとする。この椅子こそ腕ある私にふさわしい。なんだ貴様らは、まさか私のこの椅子を奪いに来たとでも言うんじゃなかろうな。ゲスどもめか、絶対にこの椅子は渡さんと。いやー、椅子だって？椅子ってその後ろのやつのことか？我らが欲しいのはお前のその力だ。おとなしくその力を渡せ。渡しても命は助けてやらんだな。だが成功すれば細胞の一つもこの世には残らんと思え。この椅子を軽んじたな、貴様ら。どこの馬の骨かはわからぬか。ここから行って帰れると思うなよ。ギャハハハハハ。言いたいことはそれだけか？それでは我らがその力もらい受ける。貴様、私の椅子を抜くも、これでも食らえ。甘いんだよ、横がガラ空きだぜ。ギャハハハハハハハ。我ら新たな力を得たり、なんとたりとも、我らを止めることはできぬ。なあクロちゃん、この町なんか変じゃない？こんなに大きな町なのに誰一人見当たらないんだよね。なんかおかしくない？いや確かにな、この町を外から見たことは覚えてるんやけど、なんかいつの間にか町の中におったしな。わいらなんか事件にでも巻き込まれたんやろか。どうなんだろ、でも確かになんか新しい力を得てるんだよね。もしかしてこの町の人たちは僕シャラップ。
その先はよな。わいらは何も覚えてないんや。覚えてないことはしてないことと同じ。いいな。うん、そうだね。わかったよ、クロちゃん。おかしい。ブームドメインの生体反応が消えた。ドクターブームに何かあったか？いやしかしヘンチマンもいるし、あそこはこの大陸でもトップクラスの戦力のはず。奴らのみに何かがあったとは考えにくい。となると考えられることは、ブームめ、一体何を企んでいる？このなんとも言い難い胸騒ぎは一体。そうか、この胸騒ぎの正体はお前たちだったのか。まさかベノムが2体もこの世界に現れようとは、一体何が起こっているんだ？ぐへへへへ、お前、かなり強い力持ってる。その力、我らに渡せ。哀れな、神秘王と融合してしまい我を失っているか。これは、戦闘は避けられないな。悪い方をさせてもらう。だが心配はするな。お前たちを死なせたりはしない。私のこの力で、その悪しき神秘王とだけ取り除いてやる。安心してかかってくるがいい。うはははははは、なかなか面白いことをほざいてくれる。安心してかかってこいだと、面白いじゃないか。それならお望み通りにしてやろう。新たな力を得て増幅したこの力、その身に刻み込んでくれるわ。こんなはずじゃなかったと、後で後悔しても知らぬぞ。神秘王を宿した者たちがこんなにおしゃべりだとはな。いいだろう、かかってこい。私の力をドクターブームと同等だと思うなよ。引き裂かれてから泣いてわびても知らねえからな。やっはー、ゲフン。なるほど、君たちは君たちの恩人が帰ってくる場所を取り戻そうと、それでベノムの力を使ってしまったんだね。そうなんです。まさかこんなことになるとは思わなくて。ほんまひどい目にあったわ。トニーさんにもかなり迷惑をかけてしまって、本当にすみませんでした。いやいやいいんだよ、私は大したことはしていないから。でも、人はね、失敗をしながら成長していくんだ。失敗したという経験も、しっかりと反省すれば君たちを成長させてくれるはずだよ。あ、どうしたんだい？手探りで、失敗しながら得る経験は尊い。何もかも教えられているだけでは成長は遅い。お前たちならもっと成長できる。わしはそう信じている。この人の言葉、言い方は違うけど、まるでブルータス様の言葉のようだ。この人も、いやこの方も大きなお方やったんやな。僕はまた助けられたんだ。僕も、いつかこの方たちみたいに大きくなれるだろうか。なんだい？私の顔に何かついているか？あ、いえ、失礼しました。本当にご迷惑をおかけして、申し訳ありませんでした。はっはっは。な、何かおかしなこと言いましたか？ごめんなさいももちろん大事な言葉なんだけど、こういう時はありがとうでいいんだよ。え？ごめんなさいよりもありがとう、そっちの方がお互い気持ちがいいだろう？ああ、叶わないな、本当に、大きなお方だな。それで、君たちはこれからどうするつもりなんだい？ちょっとグラトーを復活させる方法が思い浮かばないんで、もうちょっと世界を旅してみるか、それともグラトーでブルータス様を待つか、少しの間考えてみるつもりです。ふむ、ベノムのスマッシュでびくともしなかったんなら、おそらく私のユニビームでもお役には立てなさそうだね。ただ何かあったら相談には乗るよ。何か迷ったことがあれば気軽に尋ねてくるといい。ありがとうございます。ぜひそうさせていただきます。本当に何から何までありがとうございました。もう行くのかい？それじゃあ神秘王との解除料とその食費で30万 V バックスになります。金取るんかい？冗談だよ。ですよねー。今回はどんな内容にするかめちゃくちゃ悩んだわねー。前回の前編茶番でいただいたこのコメントを見て、ヘンチマンたちがベノム化するという大筋はすぐに決まったんだけど、ベノム化したヘンチマンたちをどうするかがなかなか思いつかなくて、今回はちょっと協力者に相談したりして、かなり手探りで物語を作っていった感じなのよね。撮影もベノムになったりヘンチマンになったり、ミシップを集めたりとかなりの回数バトルラボに潜って、本当に周りに助けてもらった感じだよな。ストーリー的にも和音の作る物語は、寂しかったり悲しかったりすることが多くて、そういうコメントもちょこちょこいただいていたから、今回はなるべく
明るい終わり方にしたかったのよね。ハッピーエンドとは言わないが、それなりにほっこり終われたんじゃないかと思ってて、とりあえずはほっとしてるので、その辺のストーリー展開の感想もいただけると嬉しいわ。シーズン4も残りわずか、シーズン終わりとワンタイムの間に少し日数があって、どんな展開になるか全くわからないんだけど、いい感じのストーリー展開があれば嬉しいよな。和音もまたフォートナイトのストーリーや変化を追いかけながら、オリジナルストーリーの茶番も作っていきたいわね。この動画が面白いと思ってもらえたら、結構評価していってね。チャンネル登録やクリエイターサポートもお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。今回はこの辺で失礼します。また来てくれよな。